消し属は、消し目消し科の属の一つ。60以上の種が知られ、アヘンを採取する消しや、園芸用のヒナゲシも本属に含まれる。どれも、双本で、ユーラシアやアフリカ、北アメリカの艦隊から温帯にかけて自生する一年生、または多年生の植物である。なお種のほとんどは、旧世界産であり、北、アメリカに自生する種は、ごくわずかである。 基本的に換気性で体操性を有し、かなりの種が鉱山あるいは極北周域の艦体、亜寒体に分布する。植物体にほのげの生えた種が多く、どの種も傷をつけると白い乳液を流す。この液にデバイン、コデイン、パパベリン、ロエアジンなどのアルカロイドが含まれており、その多くが薬用として、人の役に立っている。 その中で最も有名なアルカロイドがモルヒネであるが、モルヒネが含まれる種は、本属中の消し及び厚み消しのわずか2種のみで、他の種には全く含まれていない。なお先進国ではこれらのアルカロイドは、消しの乳液からでなく、刈り取った植物体を有機溶媒に浸すなどして、科学的に抽出するのが一般的である。学名、パペイバーは、ラテン語で、ケシの意味だが、 その由来については古代アッシリア語での消しの乳液の呼び名からラテン語のカユノイ、種子を頬張るときにする音から、などと様々な説がある。草竹は大きくなる種では最大1メートルぐらいにまで育ち、竹に比較してかなり大きな花を咲かせる。つぼみは開花までは下、またはうつむき加減にあり、開花と同時に2枚の学編が落ちて長を向く。花は、 壺のような形の太いめしべの周りに、まるで毛の生えたようにおしべが群生する。色は種にもよるが、白、シンクからピンクまでの赤、黄、藤色と様々である。花弁はまるで薄い和紙のようで、縦にシワがよる。普通四弁下で種によっては五弁、六弁のものがある。野生種はどれも一え先だが、園芸種には八重咲きのものがある。中倍花であり。 10分後に脂肪が膨らみ、俗に消し坊主と呼ばれる独特の形の果実を実らせる。果実には微細な種子がぎっしり詰まっており、熟すと乾燥し、脂肪の中等に由来する部分の周辺部をぐるりと取り囲むように、点線状に割れ目が開く。果実が風で揺られるたびに、この割れ目から種子が遠心力で振り出され、遠方にまで飛び散る。 しばしば麦畑の雑草として麦類と共存して生育するが痩せた土地を好み肥えた土地には生えない。ゆえにイギリスでは畑が消しで赤く染まるのは古作人の恥とされた時代があったほどである。種子は土壌が生育に適した状態になるまで長期間休眠することができ24年間休眠していた例もある。どの種も例外なく植え替えを極端に嫌い。 移植すると間もなく枯れる。本属の中でも特にケシは栽培植物としての歴史が古く、紀元前5000年にはメソポタミアですでに栽培されており、古代エジプトの王墓からも発見されている。ギリシャ神話では濃厚を司る女神、デメテルの象徴であり、同時に当時からモルヒネの鎮痛、鎮静作用が知られていた。またヨーロッパには本属の死が多数自生しており、 痩せた土地で簡単に栽培でき、大きな花を咲かせるのでそれらの多くが干渉目的の園芸植物となった。土地の境界を示すために植えられることもあった。日本には薬用植物として、桃山時代から江戸時代初期にかけて消しがもたらされ、鎮痛剤用として、その当時から当局による厳重な管理下のもとに栽培されてきた。現在もこの姿勢は変わっていない。 その他園芸用の種も江戸時代にもたらされた。なお、本属の種のうち、もともと日本に自生していたのは、北海道リシリ島のリシリ岳山頂付近に自生する、リシリひなげしただ一種のみである、アイスランドポピートゲミゲシハカマオニゲシピエロ。ありがとうございます。